になるんですけど、もう数年前デビューしたての頃とか新木場で試合よくあったんです。でここでね、結婚式プロレスをしてくださるファンの方がいてね、ちょうどこの裏の楽屋があるんですけど、そこで試合終わった後に人の結婚式でバチクソ喧嘩してなんか台無しになるみたいなこともあって、そんなしてない、台無しにはしてない、裏の空気をさ、ね、でね、はい、聞いてよ、さあんまりさ、なんかちょっとフィーリングが合わないなって思ってる時期とかもあったんです。でもね、でもね、でも私と山下の10年今日っていう数字、10年っていう数字は私はすごく大事にしたかった。